カナナカンバリ始まりました。6月25日。あ、お、ケンちゃんの誕生日や。お、321回目のカンバリでございます。コンバリ A グループの正門よしのりです。コンバリ正座せやです。コンバリバースデーボーイ横島健です。おめでとう。お願いします。そっか。そうやん。ちょっと今回収録バージョンなんであれですけど。はい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 。あれかな、天気予報のコーナーらへんでくんのかな。じゃない、いつもの感じだったらな。え、このドンピシャに誕生日くんの僕初めてかも。収録やから。そう。今日だって収録やけど盛り上げてよ。一週間前ですからね。だから何も、昼間、はい、ちゃんと当日にお祝いします。うん、当日僕どこいるんですか。ここいないんですよね多分。ここにいないです。ここ収録なんで。マネージャーのみぞ知るですけど、はい、それは。ここにいないんです。なんかしてんじゃないですか。はい。あ、でも祝っていただけるのならば嬉しいですけど。うん、まあまあまあ。ティカワツくんが当日ケーキ持ってきてくれる。うわあ、どこにですか。だからその。いやだからそれも分かんないです。そう、僕のスケジュールが気になる。だから家なのかホテルなのか、現場なのか。分かんないですか。分かんないですけど。もう一旦どっかにティカワツくんが持ってきます。あ、本当。そこまでしてくださんですね。うん。はい。いや、めでてえでございます。おめでとう。何歳 ?20?5 ちゃい。お !25? もう 25?25 ちゃい。え、だから、スエさんがグループ組んで。で、1年後ですね。ぐらいの年ですよ。でも、そうや、僕がだからグループ19歳か。で、組んだんで。はい、まだまだ赤ん坊っすよ、だから。え ?25 なんか。いや、それ5歳しか変わらない。赤ん坊。5歳しか変わらない。まだまだ。今年だってね、スエさん。え、だって A の結成1年目って思ったら。確かにね、スエさん。まだまだ。A の結成1年目って考えたらそうだけど、キャリア10年超えって考えたらベテランでしょ。そうね。キャリア的にはもう12、3年目。12、3年目。になるんかな。なあ。うん。12年に入ってか、12年目、13年目になるんか。おぉ。丸12年か。おぉ、すごいな。10年よう続いたな。はい、いやー、ありがとうございます。皆さんのおかげですよ、本当に。いや、ちょっと、抱負とかありますか ?25 歳、そうですね、25歳の抱負はまあ、うん。まあ楽しくこう A グループという活動をこの楽しみは続けてこう A グループという名前をこの1年はやっぱ1年目ですから、うん、広げていきたいですよね。日本各地に、全国に。確かにね。まあ、全国ツアーもやってますし。うんうんうん、そうやそうや。今ちょうど真っ最中やしね。そうそうそう。うん、まあそれが今目標かな、とりあえず。まあ、なにわ男子とかやっぱすごいじゃないですか。そうね。はいはい。ああいうふうになりたいですね、A グループ。A グループっていう。いろんなところで、うん、確かに聞いてもらえるような。それを小事件が背負ってくれると25歳。あ、本当。もうなんかアラサーですから。ほんまやん。まだ違う。いやいや、もうだって四捨五入したら30やから。いや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 。やめてください、その仲間にいいですね。24まではまだあれやけど。いやいや。25からもう四捨五入したら。佐野以外全部一緒やで、うちのグループは。いや、ちゃいますよ。俺と佐野ちゃんが一緒やから。いやいやいや。佐野はちょっと離れてるからさ。いやいやいや。22でしょ、佐野って。そうそうそう。うん。いやいやいや、俺も。22と25はやっぱちゃうよ。いやいやいや、ちゃうことないよ。だから佐野は違うって言うで。言う。いやいや、アラサーではない。3つ違うってことやろ、だって。そうそうそう。だって、小島が30になったら、佐野まで27なわけやろ。ほんまや。いや、まあまあ、でも早生まれなだけやから、佐野ちゃんも。ほんま2個差やから。それで言ったら23。全然アラサーちゃうよ、まだ。それで言ったらもう俺とこでもそんな変わらへん。もう5個差もそんな。変わるかな。うん。アラサーでもない。サーやん。サーティーに入る。もうサーやん。もうサー。もうサーって言うじゃん。サーって言わへんの、別に。サー。もうサーって何？もうサー。もうサーって何なの？もうそろそろサー。もうそろね、俺夏ですから。あと2ヶ月後にサーになる。いや、いいね、めでてえね、うん、そうやね、いや、ありがとうございます、本当嬉しいです、おめでとう、そうやで、もうこれからも夏本番でございますから、はい、ね、楽しんでいきましょう、はい、ということで、まあ、先ほどツアーの話なんかも出ましたが、はい、いろいろちょっとお便りもいただいておりまして、はい、あ、ツアーの関係の話ではなかったです、ごめんなさい、はいはい、もうね、浜田歌謡祭のお便りいただいておりますよ、うん、はい、マーミンさんからいただきました、マーミンさん、A グループの皆さん、こんばりこんばり、 A グループのコンサート静岡公演に娘と入らせていただきました。ありがとうございます。すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。そして私の入った公演は末澤さんが浜田歌謡祭に出演する日、どう頑張っても帰宅がオンエアまで間に合わない。あ、そこそこ、帰宅後、浜田歌謡祭の話を旦那にしたらすごくうまかったよと、めったに褒めることのない旦那が末澤さんの歌う紅をベタ褒めしていたのでびっくりしました。いい、ありがとうございます。私も娘も嬉しくなり、予約した浜田歌謡祭をテンション高めで見ました。うん、もちろん旦那も一緒に。そこでも末澤さんの歌ベタ褒めでした。推しの歌を褒められ嬉しくなり、勢いのままメールしてしまいました。正門さん、小島さん、浜田歌謡祭見ましたか、ということで、まずおめでとうございます。ありがとうございます。すごかったね、高音とどろかしてましたね。カシマンさんの紅を歌わせていただきまして、うんうん、あとレイニーブルー、徳永英明さんの曲を歌わせていただきまして、俺このお便り見て急いで見ました。くれない。見てなかったんですか？見てなかったです。だって、というのは今さっき見たっていう。そうそう、今さっき見た。ライブやってたから俺かてそんな。そうやな。俺リアルタイムで出てましたからね。出てたから。はい。それはしゃあない。じゃあ見てましたか、リアルタイムであなた、せいやくん。そういうことや。いや、リアルタイムで見てないです。でしょ？確かに確かに。追いつきましたよって。ありがとうございます。いやいや。
ケンちゃんは？いやいやいや、リアルタイムというのもいろいろありますけどもね。どういうこと？野球とかサッカーもね。今浜田佳代さんの話でしたけど。リアルタイムについてじゃなくて。リアルタイムについてじゃなくて。なるほど、なるほど。浜田佳代さんの話。いや、でもね、なんかほんまにこう、すごいですよね、うちのメンバーは。なさそう、なんも。なんもなさそう。見てなさそう。誇らしい。見てなさそう。誇らしい。見てなさそうやし。もはや。見てなさそうやし、なんもなさそうやし。見てなくても。やめる、この話。安心できる。見てなくても安心できる。いやいや、それ見て、いやいや、それ見な。きっと盛り上げてくれたんだ。きっと盛り上げてくれたんだ。いや、そんな別に盛り上がれるとかじゃなかったんやけど。いやいやいや、だって佐野も。いや、すごい方々ばっかりやんか、出演者の方々も。緊張したんですか？いや、あんませんかった。ああ、すごいね。緊張あんませんかったかな。佐野ちゃんにいろいろ聞いたおかげで。そう。何を聞いたんですか？佐野に。佐野も2、3回。俺見たのはでもアンケートの時めっちゃ相談してたわ。アンケートめっちゃ聞いた。ね。どう答えていいんかなみたいな。でもアンタッチャブルの柴田さんもいらっしゃって。そうだそうだ。そう、裏側でだからちょっとお話しさせてもらったりとか。俺もめっちゃ人見知りやからさ。ね。あんまりこう。特にバラエティの現場とかね、一回きりやと。みんなでこうガッて、その、何なんていうの、たまり場、前室みたいなところで集まって、今喋れるときとか、みんなやっぱその、知り合いやって顔見知れたりするからさ、話したりするけど、俺、全員、皆さん初めましてで。うわー、それ緊張するな。はー、で、一人で行ってっていうね。そう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 。ほんで、柴田さん、唯一何回かお仕事させてもらったから、お久しぶりですって挨拶して。おー、人見知りやな。人見知りのテンションや。柴田さんはその時お一人だった。ああ、ちょうど、優しいよ。で、お話ししてくださって。めちゃくちゃ助かりました、僕は。ね、嬉しかったです。それ緊張するよな、前室。前室が一番緊張せへん。ああいうの。なんか空き時間とかも前室でブレイクタイムみたいな。そう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 。休憩。何したらいいんやろってなるやん。座りづらいし。そう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 。わかるわ。で、座りやって言われて座ってから動かれへんし。そうやね。Aグループみんな人見知りですからね。ですから。いや、めっちゃわかります、それ。でもそれも今年のケンちゃんが引っ張って全国区にしてくれるみたいなんで。どういうこと、どういうこと、全国区にそしたらもしかしたら話しかけてもらえる機会が増えるかもしれない。そうそうそう。その辺も解決していきますから。Aグループの何々くんやねって。そう。小島くんがいる Aグループの何々くんだよねってそう。俺そんなになんか今年しょってる。いや、豊富で言ってたから。小島くんが出てたテレビ見たよとか。俺は Aグループとして広がりたかったんだけど、小島健というよりは。そういう可能性が出てきますから。本当ですか、結構。メンバーのためにも。頑張らなあかんな、今年。気合入れていきましょう。もう、ぼちぼち。頑張ってください。アラサー、頑張ってください。アラサーではないですけど。ではタイトルコールいきましょう。Aグループの頑張り！頑張り。この番組は聞いてくださる皆さんと一緒に面白くしていきたい、楽しい時間を一緒に過ごしたい番組です。はい、今回募集させていただいてたメールのお題は子供の頃に夢中になったものやことということで、メールを紹介させていただいた方には頑張りステッカーをプレゼントします。8時ちょっと前までお付き合いください。それでは CM です。 A グループが FM 大阪からお送りしております頑張り。お送りしたのは京都府かりんさんからのリクエスト、 A グループのデビューシングル A ビギニングでした。かりんさんのメッセージご紹介していきたいと思います。お願いします。京都府の方でございます。 A の皆さん、こんばり。こんばり。 A さんのデビュー曲 A ビギニング、カラオケで歌ってきました。おお、嬉しいね。ありがとうございます。5人で歌う曲を1人で歌ったため信じられないほどの息切れ、いや、そりゃそうやと思う。ダンスしながら歌ってる A の皆様の凄さを改めて感じることができました。ありがとうございます。ちなみに採点したら89点でした。おお、めっちゃ高いよ。1人でそんな点数、すごい。カップリングも全部入っていましたよ。改めてデビューおめでとうございます。皆さんカラオケで持ち歌歌いましたか？またまた歌う予定はありますか？ということで、ちょっとこれは楽しみにしといてっていうのが正解なんかな。そうね、まあちょっとね、まあ、なんなんやろうなですね。まあまあ、ないことはないよっていう匂わせだけ。まああることもないけどね。まあね、匂わせですから。あることもないのかもね。ただまあチェックは、 A グループをいろいろチェックしてくださってたらいずれ見れるかも。まあまあ、かも。何かが、メイビー、何かが見れるし、かもかもかも、何か聞けるかも。俺あれやね、 A ビギニングさ、俺あのさ、 A ビギニングトークだ、歌った、あのあれフェイクあるやん俺の。あー、高いとこ。あー、イエーなとこ、あそこカラオケ入ってへんね。あ、そうなんや。なんていうの、ガイド。そう。あ、そうなんや。そうやね、ないアドリブみたいな感想の部分が。そう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 。じゃあ音楽に、あそこ入れてちゃんと採点にしてほしいんよ。まあ歌詞にもないからじゃない、多分。あ、そうやね。そうか、そうだ、フェイク扱いやから。これはちょっと今後の A グループの楽曲の課題ですね。入ってほしいね。ああいうのって申請したら入るんかな。申請、本人があれは歌割りですって。あれ歌割りですって。歌詞と一緒なんでって。そんなんしだしたら A グループの歌詞カード OA だらけね。そんなことないです。どんだけ聖夜くんがフェイクしてるかっていう。いや、あそこやっぱ含めて
やってほしいね。感想で一個ぶち上がるところですもんね。そう。来たってなるから。そうなんだからなく。ユニバーサルさんにも言うてみるしかない。ユニバーサルさんにも言う。どのタイミングで入ってんねん。絶対今ちゃう。絶対今ちゃうけど、ありがとうございます。今俺が今喋ってたやんか。ケーキが来ました。イエーイ。いや、ほんで、その、このカラオケバーのところの、はい、その、それだけじゃ、まあ、一旦カラオケの一旦な、ケーキもだいぶビジュアル気になるけど、もうええわ。ちょっと、いや、ちょっと、まあ話して、それだけ、一言。まあ、ろうそくだけ席、いや、もういいですよ、消してください、もうそれは。いきまーす。はい、いきまーす。下手くそやな、お前。一歩も消えへんってあるんかい、ろうそくの日。ろうそくの煙の匂いだけこっちに来たわ。絶対消えへんかった。いきまーす。はい、切れました。ありがとうございます。いいケーキや。俺、今までのケーキで一番嬉しいかも、これ。今までいただいたケーキの。なんでなん？ちょ、なんでなん？なんでなん？ちょ、なんでなん？関係あらへん。あ、めっちゃおもろい。これ、多分、公式の X。乗るかな、ね、多分ね、カンバリの。これ、乗せてもらおう。ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、うん、もう関係あらへんし、映ってるよ。うん。名前も。なんでなん、まあ基本ね、ハッピーバースデーとかこうプレートに書いてくれたり、うん、なんか、まあ、個人の趣味が反映されたりとか、まあ、そう、俺らその愛犬のセナ君とかオイルやったギターとかね、とかね、うん、でまあ俺もまあ今回は自分の写真、うん、自分の顔をプリントしてくれた絵とね、で剣ハッピーバースデーで右側に書いてて、うん、左側にですね、僕の、大好きな後輩のアンビシャスの太郎君、なんでやねん、顔をプリントされてまして、関係あらへんがな、太郎ハート剣ハッピーバースデー、いやその別に太郎と誕生日一緒じゃないでしょ、全然違う、だから関係あらへんから、太郎の誕生日も知らんけど、うん、多分違う、もう2人祝ってるみたいになってるやん、うん、これはもう2人同じ誕生日ってわかんない、そうまだな、でその人がまだここにおるんやったらわかるし、うん、そうハッピーかな、なるほど、ハッピーですか、ハッピーです、ハッピーでした、よかったです、じゃあ正解です、カンバリメンバーでもない太郎っていう、ただただアンビシャスのメンバー、ただただ俺が仲いい、こうほんまやで、勝見さゆりぐらいのテンション感のコンビ感、でもすごいな、なんかちゃんとリアルに、うん、これ多分ペンで書いてるんでしょ、だってこれうまいですよね、すげえね、太郎こんな丁寧に書かんでよかったけどな、絶対にで太郎あんま似てへん、うん、そんな言うなよ、いやパッと見どっちが太郎どっちがケンちゃんか分からへんから、いやもう一瞬名前見るまで誰やろ、見たらね、いやいいっすね、いやおめでとう、かわいい、ありがとうございます、なんかめっちゃ豪華やし、いやそうやね、めっちゃ豪華じゃない、ちょっと食べよう後で、フルーツめっちゃ美味しい、顔面太郎、顔面太郎どういうこと顔面太郎、太郎のプレートだけ顔面にパンって嫌やわ、ケーキはやめてくれ、みんなで食べましょう、これ食べよう、気になる方ぜひ嬉しい X 見てください、公式 X 写真撮ります、はい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、はあ、ということで、まあビギニングの話もあったりしましたが、はい、はい、まあケンちゃんとりあえずおめでとうということで、ありがとうございます、皆さんからいただいたお便り紹介していきたいと思います、お願いします、まずはですね、ラジオネーム八尾市のまさかどくんに惚れた高校生さんからいただきました、お見る目があります、珍しいだと珍しいだと見る目が珍しいだと見る目がありますね、本当にありがとうございます、ありがとうございます、まさかどくん、末澤くん、小島くん、こんばり、こんばり、私の子供の頃に夢中になったものは仮面ライダーです、わあ、なるほどね、小さい時は女子っていうよりかはシュワッチって言った、ウルトラマン、ウルトラマンですね、シュワッチはね、女子っていうよりかは男子が好きなものが好きでした、友達も女子より男子の方が多くやんちゃでした、仮面ライダーで一番好きなのは仮面ライダーダブルです、ああちょっと最近あの菅田将暉さんじゃない、うん、そこも高校生やから、そうかそうか、あそうか、うん、放送当時は見れていなかったのですが、小学生になると両親が加入していたサブスクで何回か見ています、そういうこと、そう時代やね、なんかなるほどね、他にもクリスマスプレゼントにオーズのベルトを頼んだり、うわ懐かしい、今も特に好きな平成ライダーを見まくっています、 A のさん、3人は仮面ライダー見てましたか、またどの世代ですかということで、なんかちょっと前喋ったくないですか、頑張りじゃない、それこそ仮面ライダーの話明日したよ、ね、なんか明日俺なんかアギとクーガ、アギとリュウキーと、そうそう、みたいな、俺らほんまに平成ライダーだから、あそうだ、俺クーガとかやからな、クーガ世代がそうかちょうどど真ん中に、マスさんが俺何やったっけ、リュウキー、アギと、あでもその辺か、俺もリュウキーやらへん、リュウキーあれトランプです、トランプ、そうカードもは見てたな、あと人形もあった、ああ人形ね、あの動かせる肩、手動かせるやつか、あ動かんかった、ああ手動かんやつか、俺動くやつ持ってた、動くやつやんねや、戦ってた、ちょっと可動域ある、ね、そうなんや、めっちゃ持ってたわ、懐かしいな、いや懐かしい、仮面ライダーはやっぱ通るよな、うん、あとそれで言うと俺大人になってから電王見たわ、ああ佐藤健さんやん、そう電王はどういう編集のやつ、桃太郎っす、ああ見てたわ、そうカットするやつや、カットするやつやっけ、変身するとき服
果物カプセル。いや、それあれガイムや。フルーツのやつ。ああ、それガイムか。なんか電王、いや電王って電車のやつですよ。そう。ああ、はい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 。ウラタロスとか。そうそうそう、ウラタロス。はい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 。金タロス、竜タロス。種類があんねん。4種類。それで大きくなってから仮面ライダー、平成の仮面ライダーの変身集とか見たいな。ああ、そんなんあんねん。なんかたまに見てまうっすよね、流れてきたら。わかるわかる。へえ、ちょっとわかるな。俺それで言うとフォーゼとか、あの福士蒼汰さんの。ああ、なんかちょっと前ほんまにストーリーで佐野ちゃんの宇宙、宇宙来たーっていう佐野ちゃんが見てるねん。そうそうそう。あ、そうなんや。ちょっとリーゼントの髪で福士蒼汰さん。あ、知らなんだわ。へえ、知らなんだ。まあ今でもなんか思い返すことは多いよね。いや面白いよ。いや、やっぱ面白い。何が一番、誰が一番好きですか。誰が一番、うわ、いろんなライダー出てる。一作品でも何体か出てるし。うわ、ちょっと俺名前わからんから一瞬調べていい。俺は仮面ライダー龍騎の王者やったんですよ。紫色の蛇。あー、かっこいいよな。そう、敵役最初はあのダークヒーローな感じ。うわ、ちょっと待って、なんかナイトみたいなやつおらんかった。ナイト、仮面ライダー龍騎のナイトやん。青色の龍騎のナイトか。そう、青色のあれやん。あれな、めっちゃかっこいい。騎士の、あれかっこいいな。マントマントマント、あ、そうそうそう、騎士の、あれでっかいフィギュア持ってた。あれめっちゃかっこいいな。俺、いや、俺難しいな。いや、むずいよこれは。いや、でもやっぱ龍騎かっこよかった。13体とか言いましたね。だよな、やっぱり。なんか変身の仕方含めかっこよかった。その、あ、もう龍騎、うん、龍騎の龍騎、うん、へえ、やっぱりなんやかんや。いや、かっこ、あのこのビジュアルいいっすね。あの、あれはかっこいいねんだ。太鼓の、うわ、あ、響き、響き、響き、カメラで響き、渋、響きは渋いな。なんかさ、今こうピーンってやって、この音さな、音さな、こうやって、あれおでこにやって、ボーンってこうなんか、いや、これ世代の人めっちゃわかる。でもちょっと俺ちっちゃかったら怖かってんな、あれ。いや、ちょっと、あー、まあまあ、鬼やからな。そうそう、ちょっと怖かって。確かに、ちょっとまあまあ確かにな。響きやって、でも、末さん龍騎で、マスターナイトで俺王者って言ってるのも、見事に、あの、グループのメンバーカラーと一緒なんですよ。好きなわけで、お前は。すごいな。確かに。やば、嬉しい。なんかやっぱカメラでさ、しかもなんかその時代のさ、結構流行り取り入れてる感じない？ありますよね。すごいですよね。なんか魔法使いとかもあって。指輪ウィザード。ウィザードか。めっちゃ知ってる。へぇ、すごいね。ウィザードとかなんですよ。わからんわ。だから、スイさん高校生。変身集、変身集見てるから。ああ、そうかそうか。嬉しい、これ。かっこいい。うわ、かっこいい。かっこいいよ。サバイブモードみたいな、なんか。あ、ちょっと龍騎のレベルアップモードみたいな。わかるわかるわかる。夏。あ、嬉しい。世代すぎるなこれ。ちょっと素敵なお便りですね。やっぱ仮面ライダー。仮面ライダーは盛り上がるね、やっぱり。いいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっといい思い出が蘇りましたわ。楽しかったです。ありがとうございます。さあ続いてまいりましょう。梅雨ほんまにいややさんからいただいた。ああ、これからやな。まさかろくん、せいざくん、誕生日ボーイ。こんばんり。ありがとう。梅雨ほんまにいやって言ってるけど、俺の誕生日がありますから。私が子供の頃に夢中になっていたのは。関係ある。子供の頃夢中になっていたのは幼稚園の友達と毎日していた家族ごっこです、家族ごっこにしてはかなり設定が複雑で、お母さん役は3人、お母さんになれなかった子は全員それぞれの娘役、男の子は1人がお父さん、他はペットというむちゃくちゃな設定でした、また公園など広いところでするときは本宅と別宅が存在するなど、かなり複雑な事情を抱えた家族ごっこをしていました。本宅と別宅、あの頃は何も思わずかなり夢中で楽しんでいましたが、今考えると昼ドラよりもドロッドロです。皆さんはコントなどでも家族役を演じていますが、子供の頃家族ごっこなどに参加していましたか？参加していればどんな役で参加していましたか？はい、やってたらしい。俺記憶ないけど、幼稚園の時やってたらしい。まあまあ、何役が多かったんですか？犬。おお、そのままや。今も変わらずに。そのまま。今もだって家族ごっこするってなったら多分ワンちゃん。降りるな。犬じゃない。佐野かせいやくんが。犬な。なんか変わってないです。でもこの前あのいっちゃこの前ってかなえピアリーナでさ、初めてアリーナ始まった時にさ、家族コントやったやん。あの時俺。せいさん幼稚園。幼稚園や。幼稚園ちゃんや。幼稚園にいました。でも幼稚園の時は。犬やってたらしい。もう全く記憶ないねんけど、楽しんでやってたらしいわ。へえ、今思う、分からん、犬ってどうやってやんのやろな。犬、家族ごっことかで犬とかやってる人って喋ってたもん。楽しい、それ。いや、だからもうそれが楽しいんでしょ。いや、うん、まあ年齢も年齢ですし。ああ、まあ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 、そうね、確かに、ね、家族ごっこどうなの。俺おままごとぐらいの温度感やったら何か言ってたかもしらんけど、家族ごっこって結構家族ごっこなんですか？
や、いや、分からへん。だから妹とかおったからさ、妹とか年近かったから、そうそう、それに巻き込まれてたなみたいなのを覚えてますけども、まあやっぱその僕らは仮面ライダーごっこがしたい。あ、まあそっちの方が多かったよね、圧倒的に。そうそうそう。でもまあこれはこれで楽しかった思い出ありますけどね、家族ごっこ。そう、俺あんま覚えてないわ。まあ、ほんまあれじゃない、そのそれこそ泥団子を作るじゃないけど、そのこれはご飯ねみたいな。おむすびだよね。そうそうそう。あ、それはあったな。みたいな、多分そういう遊びじゃない。はい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 。なるほどね。だそうスペースとかもこっからここはキッチンでみたいな。ああ、ね、砂場でやるやつか。そう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 、はいはいはい、それはあったかも。でもなんか設定が複雑っていうか、なんかある遊具とかに全部名前つけてた感じじゃない。ああなるほど、ね、それゆえトイレとかってこと。そう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 、でここ別宅にしようみたいな。のりちゃんやろ、知らんけど。だからもうやっぱむちゃくちゃなんやろな。逆にこの年になってから一回家族旅行とかしてみてもいいんじゃない？ A も本気で YouTube とかでエチュード。それエチュードになる。でも家族旅行ってある意味エチュードやん。確かに確かに。なんかほんま受けるか受けへんかみたいなの気にしてた気する。おもろいかおもろい、周りが笑ってくるか笑う。だって常に大喜利が来るわけやん。はいワンちゃんどうぞで、ワンワンって幼稚園の時からお前そんなん考えてた。でもそんな俺絶対考えてなかったわ。そんなん受けるとかじゃなかったと思うわ。笑いは欲しかったやん。さすがさすが、笑いだけは負けたくない男やな。やめてくれよ、ネットリックスボーダレスの。そうでもなんかでもめっちゃむずいと思うけど、一回あるじゃん。一回やってみるのおもろいかもよ。本気家族ごっこ、それこそもうくじで決めてとか、その役は役ああね、ガチでやる。お母さんとかそういうの YouTube とかで。そうそうそう、はいはい、公園でスペース決めて。そう、俺ら公園でスペース決めて。ここトイレ。そう、ここキッチンやから。なんだそれ、やばいな。いや、この年になってやってみるからおもろいかもしれない。確かに確かに、うんうん、やりですね、うん、いいね。まあちょっと交互期待なのかな、わからんけど、あのできたらやります。できたらどっかでやりますね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて新潟市響さんからいただきました。ありがとうございます。まさかとくん、せいやくん、けんちゃん、こんばりこんばり。私の小学生の頃ハマっていたものはテレビドラマです。あ、小学生の頃遅い時間にテレビを見させてもらえなかったので、いつも学校が終わるとダッシュで家に帰り、うん、17時からの再放送で見るのが日課でした。イケメンパラダイス、姉ちゃんの執事、私んちの男子。お、今考えれば当時のドラマはぶっ飛んだ設定のものが多かったですが、あの頃の小学生たちにとっては憧れのドラマばかりでした。お三方は小学生の頃ドラマとか見てましたか？と。いや、それはあるよ。めちゃくちゃ見てたよ。おお、それこそノブタをプロデュース。あーあー、それはもうプロポーズ大作戦。いや、プロポーズ大作戦はほんまに見てたよな、みんな。赤い糸。赤い糸。赤い糸。ドラマ、ピンときてない、あんま。同世代の。お、映画ドラマか。赤い糸やで。赤い糸ドラマ。嘘やん、あれ、あれ360HY さん、あれドラマか。赤い糸、嘘やろ。花壇、花壇も、花壇も、花壇めちゃくちゃ見てたよ。もうザーやんな、見てた。見てた。極戦とか。極戦は見てたね。極戦見てた。極戦はどの世代なんですか？どれは2、なんかそれこそアキト君、ウエストのアキト君、俊太君が出てたところは、うん、ちょうど入るよ俺が前ぐらい。あ、そうなんや。そうで入って、もう国選の人やって思った記憶がある。いや、確かに、うん、絶対一度は通るよ、関西ジュニアあるある。いや、そうやな、一度は通るって記憶があったから、多分俺が中学生やな、うん、中1中2とかちゃうかな多分。うわー、なるほどね、うん、俺あれも見てて、亀梨くんのやつとはまた違う世代やな。違う違う違う、俺それも見てたわ。見てた見てた見てた、うん、かな。龍ね、小田切龍。小田切な、小田切っていう名前に憧れたもん。かっこよかったよな、矢吹隼人。矢吹隼人はもうかっこいい。ああ、あとそれこそ語彙力な、語彙力な。あれでも、あれでもあの顔じゃないと、あの名前じゃないと。確かにね、もうみんなカリスマやったよな。そうそうそう、かっちょよかった、マジで。なんだよ、あれは。あれよ、どれどれ。奇跡のグリーンの、あー、だからルーキーズ。あ、ルーキーズ、ルーキーズ。まあもうあの辺も見てましたよね、バンバン。俺通ってない、ね、ブザービートと。ブザービート、あー、ブザービートね、めちゃくちゃ見てた。かっこいいよ、山下くんが。夜バスケ練習しようかなって思ったもんな。しようかなやん。してないよ。してないけど、してから言って。しようかなって思ったそれで言わんとか。いや、影響与えてたよね。与えてた。あんな出会いある。いや、あんな出会いはないんじゃ。すぐ近くのさ、確かに公園で、マンション公園でさ、うん、あったな、まあ、まあ懐かしい。それがドラマなんじゃないですか。今やったら下手しい苦情来るもんな、あんなバスケ練習してたら。そうよ、時代が違う。あんな真横のガシャン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 で、どんな都市都心でね、しかも都会で。いやいやね、コンプライアンスの波やね、それはね。いや、そうやな、今思えばっていうのもね。めちゃくちゃええやんな、うん、でも同世代とか多いよね、その辺ほんま。あるある、俺黒崎とか見てこの会社入ったから。ええー、
そうやで。ヤマピーの？ヤマピーの。え、めっちゃ意外やねんけど。で、オーディションが山下くんやったから俺。ああ、そうか。そうそうそう。そうなんや。そうや。嬉しかったよ。笑ってる、めっちゃスタッフ笑ってる。めっちゃやった、みんな。そう、あの、山下くんのライブが公開オーディションやったの俺。そうそうそうやんな。そう、俺とか大悟とか、レンとか。俺はだからそれぞれ平成ジャンプさんやったから。うん。確かに、もう憧れというか。すごい話よな、冷静に考えたら。そうそうそう、テレビで見てた人事務所に思ったらあれやけど、いきなり夢見れたからな。そうや、頑張れたわマジで。そしたら俺プライドとかもね。ああ木村さん、木村さんのプライドとか。プライドって何年ぐらいですか？あれ何年なんやろ、中学生ちゃうんかな、小学生かな。俺再放送世代やったんでしょ。俺はリアルタイム世代やったから。プライド、あ俺いつなんやろな。プライドなんかもう何回目だか分からへんマジですか？大きなってからも。だって2004年ってことは20年前。20年前や。俺8歳とか。俺何歳？ 14。まあ、なんで？今どういう措置せんねん。もうちょ落ち着いてください。お兄さん。10歳。わかるけど。9歳。9歳ぐらいか。小4かな。あ、でもまあ、小学生か。めっちゃ覚えてるわ、でも。すげえな。いや、まあ、衝撃受けたドラマって覚えてるわ。覚えてんねやな。あるよな。このシーンみたいな。そういうことなんやな。やっぱ子供の頃の話、楽しいな。いや、おもろいやっぱ。そうやね。まあ、言うて世代もまあ、近いしね。そうね。うん。全員争いやからな。ちゃう。俺は違うから言い続けるから認めろって。俺はアラサにはならん一生。ヒーローもめちゃくちゃ見てたよ。ヒーローも国民的なドラマじゃない、うん、もうその辺はそうじゃない。何シーズンかやってるしね。そうそう、グッドラックとかね。再放送でも見てるし。あ、マイボスマイヒーロー。あー、一番面白いドラマ。イケパラ、ね、イケパラね。はいはいはい。もうあの時とか襟足長い世代やもんね。長ければ長いほどいいみたいな世代じゃない？イケパラの時って。そう、変なくくり方やめてや。いやいや、襟足長い世代。イケパラの時、いやもうあれそうやん。もう何？単発とかよりも超発の方がっていう時代やから、イケパラ時代。イケパラやったら誰が一番好きですか、じゃあ。まあ入れる。佐野泉とか。うわ、俺役名まで覚えてないな。あの、誰、どの俳優さんがやってたんで。あ、だから佐野や。あの佐野さん、佐野さんめっちゃ飛ぶ。花壇とかでもやっぱ小栗旬さんかっこいい。あのちょっとこうクールキャラというか、うんうん、確かにちょっと当てうま感確立させてたよ。そう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 、生田斗真君もかっこよかったね。いやー、かっこよかったね。確かに確かに。多分みんなあれもう女子も分かれたんじゃない？誰派みたいな。絶対分かれるよ。あんだけおったらさ、放送の次の日とかそれしか喋ってないでしょ女子は。いや確かに。そうやろうな。水嶋博さんと思う。あー、かっこいい。かっこよかったね。かっこいい。俺水嶋博さんと小栗旬さんのバディもののやつめっちゃ好きだった。あ、東京ドックス。あ、刑事ものね。そうそうそう、あれもかっちょよかったね。確かに。あ、全部わかった。やっぱこう懐かしい話。なんかああいう学生ドラマ増やしてほしいですよね。なかなかない。最近あんまないもんな。なんかちょっと警察ものとか多いイメージよ最近。そうね。学生とかちょっと何憧れるような、子供が見てて。わかるわかる。そうやな、うん、なんかちょっと夢見れる感じは。中学校だったらこんな青春できるんかな。わかる。全然ちゃうかったけど。うん。ちゃうかった。プロポーズ大作戦のあれは違うかった。一番違うかった、あの上からこう紙飛行機飛ばして男女でみんな飛ばして先生に怒られるみたいな、隠れるみたいな、怒られないように。あんなん違うかった。紙飛行機飛ばしたらほんまに怒られた。めちゃくちゃ怒られた。当たり前や。めちゃくちゃ怒られた。そらそら、そら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 、めちゃめちゃあかんかった。学校って意外と厳しいから。厳しい。屋上なんて一回も空いてないね。空いてない。屋上な、屋上でこういうなんかさ、黄昏る感じめっちゃ憧れた。寝たかったよな。そう、ちょっとフェンスの方にこうもたれかかって、うん、なフルーツオレとか飲みたかったけどな。フルーツオレね、大体危ないから締め切ってるから。そうそうそう、入られへんから学生だけじゃ。学生じゃない。まあそう、危ないしな。そう、ほんまに大人だったら分かるけど。そうそう、危ないからいいね。盛り上がりますね。はい、やっぱいいですね。ありがとうございます。いい時間ですわ。さあ、それではちょっと曲に行きましょう。はい、福岡県みどりさんからのリクエストです。うん、6月25日小島くんお誕生日おめでとうございます。ありがとう。嬉しいです。この日は私たち夫婦の結婚記念日です。私たち夫婦の誕生日のようなもんです。だから小島くんと家族同然です。おめでとう。家族が増えて嬉しいです。ありがとう。7月19日の福岡マリンメッセに参戦します。福岡で小島の名言かましてくださいね。任せてくださいよ。もう毎声かましてますからね。みどりさんの夫婦も楽しみにしてるみたいなんで、ほんまにかましてくださいね。楽しみ。向こうから名言任せてください。たまにサボる時ありますから。あるある。ないですよ。何も言わないのが名言ですとかないで。そんなことはないです。いやいや、そんなことなんか言わないと名言にはならないですから。そんなこともあります。はい、僕なら、はい、言ってますね。ちゃんとお願いしますね。はい、はい、それではみどりさんのリクエストをお送りしましょう。はい、スピッツさんね、紫の夜を越えて。今週は A グループがお送りしておりますカンバリ。続いてはこちら。カンバリ押してみゲーム。押してみゲーム。ハロー、スナちゃんです。ハロー。A のみんな、
最近どない？何が？忙しい？いや、ありがたい。あ、ぼちぼちです。こじけん、ハッピーバー。ありがとう。今日はキャラクターと推しカードをそれぞれ1枚ずつ引いてください。その2枚を上手に使いながら、そのキャラクターがどれだけすごいかを語り、トークで勝つというゲームです。例えばキャラクターは太郎、推しカードがお寿司だったら、うん、後輩やのに回転寿司で食べるのは一番高い皿のやつばっかやぞとか言いながら、そのキャラが勝てるように喋るってやつです。ちょっと難しいですよ。2回で2人で対戦して、残りの1人がジャッジしてください。勝った人に2点あげちゃうよ。攻めの人はあれがあるんやって。すなすな。はい、ということでルール説明ありましたが、ちょっとハイレベルな討論大会になりそうですね。初めてやな。うん。じゃあちょっとまず一発目、誰と誰が行きますか。行きますか。じゃあ、右回りやから、まさかなんか寄せじゃん。 OK、 こう行きますか。うん、ザワさんとまさかろでが勝負とってね、はい、これはじゃあまずまさかろのターンでくだよね。あ、同時に引いて、あ、もう同時に引いていいんや。じゃあ、うわ、新しいバトルやな。行きます。はい、はい、これ結構カード大事よ。ほんまにそう。話せることが変わってきますから。はい。え、これでも見せていいんですよね、別に。じゃあ、まさかどうから。はい。せーの、ドン。誰で？大橋和也で、お豪邸。おお。でも、大橋くんいいやん。さ、喋りやすい。確かに。すいさん、笑ってるけど。内閣総理大臣。ほう。徳川家康。これ、どん。ああ、そんな。ちょっと待ってくれよ、これ。そんな映画があるね、今。なるほどね。ちょっと待ってくれよ。あるな、映画。あ、今映画やって、あ、しやってんな。そんな映画やってるよ。そんな俺知らんから、だってでも。映画見たばっかやったんかな。誰が？そっちがやろ。考えた人。意見受けた。誰が考えたやろ。いやー、ちょっと待って。え？だから、え、何これ、ハッスンが勝てるように、豪邸のエピソードをするってこと？なんか作る？なんか作る？だ、俺がそれジャッジします。うわ、これもむずいな。大橋和也と豪邸。おっしゃ。これ持ち時間どれぐらいとか？だい30秒ぐらい。30秒短。じゃあ30秒。はい。いきますか。じゃあまずまさかどから。はい、お願いします。はい。大橋和也と豪邸ということで。うん、やっぱり大橋和也さん、今をときめくなにわ男子のリーダーを務めている、歌って踊れる、可愛げあふれる男でございます。はい。そんな彼が、ちょっと偏僻なとこ住んでたら、なんか、ちょっと寂しくないですか？なるほど。大橋和也には、やっぱり豪邸に住んでてほしいなっていう思いがあるんですよ。うん、うん。豪邸でいっぱいプリンを食べて、お尻プリンプリン、そして、なんか、ちょっと、ポチャッとしちゃってるみたいなのがまた愛嬌になって、ハッスンの武器になるんじゃないかなと思うんです。はいはいはい、なるほど。うん。そんなハッスンと豪邸、最強だと思いませんか？うまい。うまい。うまいんかな？感想うまい。うまいんですか、これは。いいじゃないですか。合ってるんでしょうかね。いや、合ってるんじゃない。満足げや。ね、ミキサーの人が満足げやからいいか。うん、それ考えたら。しゃ。スネさん、難しいよ、これ。これ難しいな。うわ、イエス。ちょっと探り探り。まあ、はずれやもんな。そもそもどっちが主語か。ほんまやな、どっちもキャラクターやもんな。そうそうそう。頑張ってください。では、末澤さんの挑戦です。どうぞ。徳川家康、内閣総理大臣になれると思いませんか？いや、思いません。っていうか、時代が違う。思いません？今の時代に生きてたらの話です。どう思います？思いません？今の時代に。思いませんか、思いますかで聞いてるから答えてください。思いません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 か？思います。なんで思わないですか？それもまさかたさんに言ってください。なんで思わないですか？いや、僕は思わないですって。思います？思いますか？まあ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 、時は違えど、江戸時代の総理大臣みたいなもんやったんじゃないですか？はいはい、だから今、もし、この現代に徳川家康が存在してたとしたら、内閣総理大臣になれてたと思います。なれてないと思います。なんでですか、それは。やっぱりその、戦争とか戦う時代の人なので、うん、そういうやり方では今は通用しないと思います。なるほど。じゃあその、はい、そこの戦争とかそういうことじゃなくて、うん、性格的な部分、内面的な部分、うん、だとしたらどう思いますか？内面的な部分は素晴らしいと思います。お、ということは？はい。内閣総理大臣に？うん。なれる。とは限らないと思います。ということです。終了。これ、俺次第やん。これはもう少々まさかのですね、やったー。いや、だからこんなに投げかけるスタンスやったの。いや、これさ、もうちょっと簡単なやつ用意してくれ。一発目。なんかあるやん。ドラえもんとかさ。わかりやすいです、ね。アンパンマンとかさ。うんうんうん。もうちょっとわかりやすいキャラクターあるやん。いやいやいや。いや、でもこれ意外とテーマ、内閣総理大臣っていうテーマがむずいかもな。むずいむずい。結構むずい。徳川家康と豪邸やったらできた。いや、そう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 。そうそうそう。
まあ、これも運ですから、なかなか難しいな、はい、ということで、じゃあ一発目は正門が勝ちということで、はい、ありがとうございます。キャラクターの凄さを語れる。ということは次は俺と小島、そうや、また俺2戦続くんや。まあもうす、じゃあ俺が引きますね、うん、キャラクターの凄さを出す勝負ですからね。豪邸というワードを使って発想の凄さを出すってことやから、ね、そうそうそう、頑張ってケンちゃん。俺が判定するのか、ね、じゃ公平にジャッジしていきますんで。お願いします。いいですか、準備は。はい、まず僕から、はい、まあテーマはサウナですね。この人を、サウナで押します。その人は大倉忠義君。大倉君大倉君、はい、サウナ。なるほど、大倉君とサウナ、はい、はい、じゃ あ, あ, 僕, あ 僕, テーマ、僕はテーマサーフィン。おお、で、長岡レオ。おお、レオアンビシャス。なるほど、なるほど、いい勝負になりそうやな。なあ、さあではまず先攻ケンちゃんから、はい、頑張れ。はい、まあ大倉忠義さん、まあ、僕らもずっとお世話になってますね。そうですね。ね、大倉君かっこいいね。かっこいい。かっこいい。あのかっこよさはね、絶対サウナ行ってるわ。どういうことですか。いや、サウナ行ってちゃんとなんか自分でこう絞ったりとか、うん、汗かいたりとか。ジムかもしれへん。ジムも行って絶対サウナも行ってる。ジムだけじゃならへん。どうか分からへん。そうそう、ちゃんと何汗とかで余分なものを落として、うん、こうやって日々ステージに向かったり、うん、俺らにねこう俺の感じで話してくれたりとか。うんうん。かっこいいプロデューサーですよ。まあ、そんなのがすごく大事とは分からへんけど、ね、まあまあまあ大倉くんをそもそも負けさせることができるのかっていう。それは違う圧が、お前違う圧をかけてるよ。まさかのお前、いやいや、お前それ圧のかけ方がお前よくない。それもお前関係あらへんがやらしい。お前サウナとのやん。サウナとのじゃないやん。そもそも出て大倉くんを負けさすことができるのかって、そもそもサウナっていうテーマでっていう、サウナというテーマで大倉くんを負けさす。いや別にそんなめちゃくちゃサウナってイメージがないから別に。でも想像してくださいよ。何が？めっちゃ想像できません？大倉くんがサウナにおるの。いやもう想像はまあまあできるけど。めっちゃかっこいいやん。汗垂らしてそろそろ出ようかねとか言ってる、言うんですよ。お前どんどん似てなくなっていってね。よく言うんですよ。似てへんから。そうす。いやでも絶対絞ってるんですよね、これは。かっこいいな。うん。もう想像できやすい。これが一番。はい、終了。はい、いやいやいや、変な圧かけてたらよくないだろ。サウナゲームで。そもそも大倉君を持たすことができるの。じゃあサウナ、サウナというテーマで、ね、サウナというテーマで。なるほど、わかりました。じゃあ続いて、はい、せいや君、サーフィンと長岡レオ、はい、お願いします。長岡、まあ、ダンスうまいよね。うまい。俺ちゃんとがっつり長岡と喋ったことあんまりないねんけど。おでも俺去年、今年、お去年、いや今年はい、はい、心配になるな。はい、あのアンビがさ、うん、オリックス劇場でライブしてたんで、今年去年去年、あ去年じゃない、うん、去年か、去年、うん、俺なんかレオだけお年玉あげたんすよ。おお、なんだそれ。ほう、なんかなんかなんか多分俺が持ってた何か指輪か何かくださいみたいになって、うん、見に行った時にんで、いや物はさすがにあれやからっつって、うん、お年玉でお年玉渡したんですけど、そんなレオなんですけど、はい、人懐っこいね、可愛いレオなんですけど、うん、はいはい、サーフィンがまだ出てないね。多分サーフィンできるよね、あいつ。運動神経いいって本人言ってますよ。そうだからダンスも上手いし、確かに俺もサーフィン興味あるの。おでも俺は泳がれへんからせえへんねんけど。お泳がれへんねん。でもレオがサーフィンやったらモテると思う。あー、なるほど。だって想像つくから。いや、ファンの子多分絶対喜ぶと思うの。まあまあ、大倉君も絶対モテるよな、サーフィンやって。いやいや、そう、今その、なんで今大倉君の話出してる。いやいやいや、あんまり入ってこないでください。今、せいや君のターンなんで、今。レオだけみたいな。今、せいや君のターンなんで。レオのターンに。いや、今はせいや君のターンなんで。大倉君の気持ちになったら、ごめん。いやいや、入ってくる。で、レオ最近、色気もすごく出てきてます。おぉ。なるほど、感じましたか、感じてます。大倉君にないっていう。大倉君にないって。ないって、大倉君にないって言ってない。で、そのレオが、サーフィンを始めたらよりやっぱ濡れ髪とか、ほんまや、ね、あのこのボード持って歩いてる姿とか日に焼けたりとか、絶対大倉君が似合うとか。それで言ったらレオだってサウナ似合うやろ。別に大倉君とどっちが似合う。いやいやいや、レオ、あ、おー、ああ今日は後で打ち合わせあるから言ったろ。言ったろ、変な圧出してんなお前。終了。マッサンと一緒にね、ちょっとせこいことしてこい人います。今回の勝者はめっちゃ入ってきます。どっちやろ。小島系。おい、お前も、お前そっち行くんか。マジか。いやいやいや、おい、確かにそのね、どっちがっていう、うん、レオもかっこいいよ。ただ大倉君がやっててもかっこいいなっていう。そのサウナのと一緒やん。サウナなんか別に大したこと言うてへんから。いやいやいや、サウナとレオはちょっと心配になるよね。確かにガリガリやから。サウナは
大丈夫かな。そうレオガリガリやから。いやいや圧に負けただけでしょ。大倉くんはこうサウナとこう圧に負けたんやろ。今日打ち合わせあるから圧に負けたんやろ。めっちゃ似合うわ。 その後の水風呂まで想像できて大倉くんは、うん、レオはちょっともう水風呂入らせないやん。入らせないよな。もうでもサーフィン似合うやん。サーフィンが似合うかどうかの話。大倉くんも似合うやん。サウナとこうえ大倉くんも似合うやん。じゃあこっちがいやレオだけのもんじゃないやん。うざー。でもレオ体重かかるしなサーフィン。そう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 、ま、負けそう、うん、心配になっちゃう。飛んでいきそう。心配になっちゃう。何やねんそれ。大倉くんもやっぱ貫禄もオーラもあるからこうガッチリな。大倉くんちょっと褒めすぎちゃう。褒めすぎちゃうって。そう。俺らは別にちょうどいいと思うけどな。当たり前のこと言ってるだけやから。さあ次や。やれやれお前ら戦え。出たらええねん。もう一回先輩出ろ。どちら引きますマスターこれ。じゃあちょっと俺引くわ。ケンちゃんやったことあるよね。行きます。はい。いやこれ引くの大事やから。人大事な人。はい。はい。ちょ、せーのどうぞ。はい。せーの。はい。おいら、俺が、おとんと金閣寺。俺、聖徳太子でエモい。急に、ふざけんなよ。急にむちゃくちゃなんだ。アホやん、君。テーマ急にアホなったやん。今日の戦いね。じゃあ、まさかのかいきますか。わかりました。はい、テーマが、金閣寺で、おとんを、はい、プレゼン、かっこよくします。はい。おとんね。じゃあ、まさかのさん、はい、プレゼンお願いします。皆さんご存知、金閣寺。はい、ね。京都の観光名所でございますよ。金のね、はい。そうそう。今、インバウンドで外国の方も多いのかな、うん、そんな場所でございますけど、やっぱり、金閣寺といえば、おとんが付き物じゃないでしょうか。というのも、やっぱり家族旅行で、見に行った金閣寺。はい、ね。皆さん思い出あると思いますよ。うん、見に行った時に、ちょっとこう、なんかね、うん、チケット代わりになんかお札っぽいのもらえたりするんですよ。そういうところからテンション上がるな、みたいな。はい。で、ね、その、チケット代を奢ってくれるおとんの姿。うん、やっぱ金閣寺より輝いて見えてしまうというぐらい。ほう。で、やっぱその、金閣寺っていうものをね、見るときに横におとんがいるっていう安心感ですかね。うん。うん、なんか、いいんじゃないですかね、本当に。まあ、別におとんじゃなくてもいいけど、ね、金閣寺ね。それは。いやいや、おとんと見るからこそ風情が割増しで見えるっていう。いやいやいや、なおかつおとんが数珠をしてたらすごく嬉しいっていうね。なんで？数珠。お寺に呪術してきてるかっこいい。俺も呪術買おうってなるかもしれないじゃないですか。そうそうそう。そういう新しい文化との出会いをくれる、それがおとんなんです。ありがとうございました。終了。余裕や。余裕で勝てるわ。いやいやいや、確かに俺もプレゼンの内容ふわふわしてたよ。うん、ただ、聖徳太子とエモい。なかなかむずいところだね。これはむずいよ。じゃあ、高校、ケンちゃん。プレゼンお願いします。まずですよ、想像してください。聖徳太子、皆さんね。見たことありますよね、教科書とかで。ありますあります。はい。エモくね。ああ、というのは。どうその心はやな。聖徳太子エモくね。別に見ただけではエモいとは思わないですけど。いや、ヒゲの感じとか。ヒゲの感じとか。なんかチルしてるなっていう。チルしてるな、うん。なんか持ってるじゃないですか、手両手で。あ、チルしてるな。チルしてるなとは思わないですけど。だいぶエモい。すでたおとんの左手の術もだいぶチルやけどな。いや、まあチルすぎるんかな。なるほど。程よいエモさがあるというか。うん、金閣寺の水面の感じとか。聞きたい。エモい部分を深く聞きたい。聖徳太子エモい。だって。見た目だけの話だけど、もうちょっと。聖徳太子600何年とかなんですよ、確か。はいはい。生きてた時代が。で、今が2020年。だから1400年ぐらい経ってるわけじゃないですか。はいはい、それでも、生きてるんですよ。何が？聖徳太子の魂はというか、こう、僕ら教科書にも載って。あ、まあまあ、もちろんもちろんもちろん。ね。はい。エモくねそれ。だって俺は10年前とかの思い出エモいって言うねんで。まあね。それを1400年前、めちゃくちゃエモい。その聖徳太子の周りにいた人がもし今生きてたらエモいって思うかもしれないけど、うん、別に俺らはその時代には生きてないからさ、エモいっていうちょっと難しいよ。だからそれで言うと金閣寺は大昔からそのままの形で残ってるわけ。確かに。いやいや、何回か燃えてますよ。燃えたりもしてるじゃないですか。でもそれをしかも、そうそうそう。生で見れるもんね。そう。確かに。会いに行けるっていうエモさ。確かにね。すぐんですよ。金閣寺の方がエモいよね。エモい。こうなってくると。エモいって吐かないっていう感じあるやんか。うん。うん。聖徳太子、シャボン玉とかエモいに使われるでしょ。うんうんうん。あいみょんさんのね、映像とか。聖徳太子にシャボン玉めっちゃ合うねんな。確かに。そうそう。聖徳太子にシャボン玉めっちゃ合うし。合うな、確かに。エモいかも。金閣寺とおとんとシャボン玉とかもめちゃくちゃエモいと思うけどな。いやいやいや、おとんにシャボン玉ですよ。うん。エモくないでしょ。エモいやろ、公園の思い出まで蘇ってくるやろ。確かに、子供の頃の、ちっちゃい頃の、ね。思い出が、エモいかも。エモいかも。いや、もう想像してください。聖徳太子がだからこう、まあ、なんやろ。
例えばサウナ入るとしますよ、うん、横に大倉君とめっちゃエモないっすあエモいかも聖徳大使と大倉君エモいかも、うん、いやそれで言うとサウナでおとんで裸の付き合いの方がエモいと思うんですよ。あーなるほど、確かにそのエモさもある、うん、そこに大倉君も足してくれ、大倉君足したらめちゃめちゃエモないです、あ気まずいかも大倉君そこ入ったらめちゃくちゃおとんと自分と大倉君おったら気まずいかもサウナで自分のおとんと自分のおとんと大倉君大倉君おったらサウナでおったら気持ち悪いかもちょっとエモくないですか、エモくないかもそれは、エモくないです、終了。どっちやろ、分かれへんな、どっちもどっちやったな。さあ押してみーゲーム、どうやった、で、ベベは誰だ、ベベの人は番組ラストまで語尾にカーッつって叫びながら喋ってよね、さすがカーッ。そうやな、まさかの小島の対決がどうしか、はいはい、エモかったのはまさかの、やったエモさちゃうねんけど、エモかったのまさまさまさ、やったおとんありがとう、買ったよおとんってことは、ベベは一生もしてない、ザワパイセン、ザワパイセン、ジャッジ、最後のジャッジじゃあんまいなかったねどっちが勝ってもよかった、そうカーツでございます、せやくんカーツカーツ、おお出るね出るね。さあということでエンディングのお時間でございましたが、どうですかせやくん今日のカンバリの収録は。いやーなんかやっぱりもう小島の誕生日でもありましたし、うん、やっぱめでたい日やったんじゃないですかね、カッツ、おいいですね、うん、皆さんリクエストとか、曲名など番組をカンバリを選んでもろもろ記入してメールをお願いします、お願いします。はい、来週7月2日火曜日アンビシャスの会は生放送の予定です、カッツカッツカッツ。メールのテーマは最近褒められたこと、カッツ。僕が最近褒められたのはよくご飯食べるねって言われたことです、カッツ。トンカッツカッツ、トンカッツカッツ、褒めです、いいですね。そして7月9日 A グループの会は欲しい特殊能力、おっ楽しそう、現実的なものでもファンタジー系でも OK、 お僕が欲しい特殊能力はですね、うん、すごいボーリングが上手くなりたいです、お頑張れよカツ、多分なれるで、カツカツ、頑張ったらなれるねんから、なんか右腕特殊能力が欲しいですね、お全然特殊能力じゃない、カツカツ、いやそんな僕が欲しい特殊能力はこんなシチュエーションも完璧にさばけるツッコミ力が欲しい、勝つ、あお勝つ勝つ、負けエピソードトーク負けですか。僕が欲しい特殊能力はわなんだ、瞬間移動、勝つ、ありきたり勝つありきたりで勝つ、カツされてます、今のエピソードカツです、いやいやいや、なんだかんだいろいろやってきましたけど、まさかの2分ぐらい時間が余ってる初めてやな、こんなに余ってることない、カツないカツ、欲しい特殊能力、欲しい特殊能力まだ喋る欲しい特殊能力まだ喋りますか。でもそれで言うとやっぱ仮面ライダー系のやつは憧れるよね、あ確かに、うん、憧れカツ、憧れカツ、憧れカツよ。あそれで言うと俺運転上手くなりたい、カツ、お運転は特殊能力です。それはじゃないか。勝手に頑張ってくれ。能力か。不活。能力じゃないです。能力か。能力じゃないです。空間把握能力とかがいるっていうじゃない。空間把握能力は欲しいかも。空間把握能力は何ですか。カツ。何や。カツ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 だけ待ってきた。カツガツ。ガツガツじゃ頑張ってんじゃないの。頑張ってんじゃないの。ガツ。ガッツでなんとかなんのかな、運転は。そうです、運転はガッツも特殊能力、運転でも練習すれば上手くなりますから。でもその思い切りの良さは大事なんですか、運転は。思い切りないです。思い切りの良さは別にいらない。だってやめてください。慎重に運転するものですから運転は思い切りの良さは危ないです、むしろそんな運転してたらガッツ、そんな人は運転しない方がいい、はい、危ないガッツ。でも将来的になんか僕も家族ができて大人になった時に運転ができた方がいいと思うんです。確かにそれであれか、確かに金閣寺とかな見に行ったら、そうそうそう、確かに、うん、めっちゃエモいしな、エモいで話してたので帰りにサウナやったりしちゃうやん。であれか、次の日はサーフィンで一日中、うん、そうそうそう、でゆくゆくは俺が内閣総理大臣になるかもしれない。どういう話ですか、カツ。内閣総理大臣になったら運転手つくからいらんのか。何の話です。俺内閣総理大臣になる。怖い怖い怖い、ほら内閣総理大臣になる。怖い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 、すごいまとめをしだしたよ。恐ろしい。 MC が壊れた。そして豪邸に住む MC が壊れた。怖い。MC が壊れました。ということでお時間が近づいてまいりました。今日はですね、はい、小事件が想像する末澤誠也が次のライブで行く宮城で楽しみにしてそうなことを発表しながらのお別れでございます。宮城は7月6と7ですね、はい、そこまで楽しみにしてることでございます。ここまでのお相手は正門義則と末澤誠也と小島健でした、僕が想像する末澤誠也が宮城で楽しみにしてそうなことは、勝つ。
大倉くんとサウナです。宮城、宮城で、イン宮城、はい、